鎮道院側、鎮道院側、鎮道院側、鎮道,道院マイットは、ミャンマー、旧ビルマの川で、エイアワディ川、旧イラージ川の最大の支流である。風ン渓谷に発し、マンダレー近郊でエイアアディ川に交流する。マニプリ語では、ミンティー川と呼ばれる。鎮道院側は、ミャンマー北部のカチン州に位置する、風ン渓谷内のほぼ北位26度26分18秒。 統計九十六度三十三分三十二秒の地点を源とする。この地点は、タナイクハカは、タビエ川、タワン川、タロン川、チュロン川、内イシュとワン川とも呼ばれるが、合流する場所である。このうち、タナイクハカワの水源は、モガウンの北方、約二十キロメートル、北緯二十五度三十分、統計九十七度零部、クモン山系のシュウエダウンギミネの近くにある。 この川ははじめ風根渓谷に向かって真北へと進むが、渓谷に達すると西へと流れを変えて、渓谷の中部に至る。ここで、それぞれ渓谷の北方内市北東の尾根から流れて、北旅江川、タワン川、タロン川の三つの川が、下流に向かってその右岸から合流し、神道院川となる。川は、風魂渓谷を出た後、タロン渓谷、または、チュロン渓谷を流れて、 峻険な峡谷を流れる。以後、全体としては、北から南へとミャンマーの西部を下る川となる。川は、シンカリン・ハカマティの町を、さらにホマリンの町を、共に、それらの町を左岸に見る形で流れる。ホマリンを過ぎると間もなく、その左岸に、ウユ川、または、ウル川を合わせる。このウユ川は、チンウイン川最大の支流であり、その水源付近に、ビルマヒ水として、 有名な翡翠鉱玉、翡翠奇跡の産地が広がっている。次に、右岸の川渓谷から流れ来る湯川を合わせる。さらにより、彼渓谷からの右った川を合わせる。その合流点の左岸に彼はの町がある。川は、民銀の町まで、概ね南西方向に流れる。ビルマの中央平原に入ると、南東方向に転じ、門岩の西を流れ。 サガインとパコックの二つの都市の境界となり、およそ北緯21度30分、統計95度15分の地点で、エアワディー川、イラワジ川に合流する。合流点付近は、幅が 20km 近くに達するデルタ地帯となっている。その上流側にも流れに沿った、長く低い島や中洲が並んでおり、中には多数の住民が住んでいる島もある。この地形については、 伝説があり、それによれば、合流部の島を分ける多くの川は和岩、旧正、ガンのある王が、大掛かりな土木工事で切り開いたものだという。それらの流れはその後の数百年間に沈道院、川が運ぶ、堆積物によって埋められてしまったが、1824年の大洪水で大きく様相が変わった。現在の地形は、その影響で、最大のデルタの先にある部分が、 湖のような広大な流れになっており、そこに数個の島がある。その流域の多くが森林に覆われた山岳地帯で居住環境ではないことや、インドとの国境に近く軍事的緊張の高い地域もあるため知られていることは少ない。ミャンマーの南部は典型的な熱帯モンスーン気候で年間降雨量は多く、また雨季と寒季の差が著しい。ヤンゴン。 旧ーングでは、平均の年間降雨量は2000ミリメートルを超える。雨季の6月から8月の平均降水量が500ミリメートル近くに達する一方で、寒気の1、2月の降水量は1から2ミリメートル程度しかない。沈道院側が流れる北部から、中部は一部は温帯に属するが、川の流水量は、雨季と寒気では著しく異なり、川幅も大きく変化する。 2004年に水源を含む風根渓谷内の約6 5 0 0トルに及ぶ地域が虎の保護のため風根渓谷野生動物保護区として指定された。人道院側はその上流の町であるホマリンへの定期的な水運路として古くから利用されてきた。これは一つには人道院側の源である風根渓谷の森林で伐採される地域材を運ぶ。 皇居が古代から開発されており重要な資源であった。上に、この渓谷に良質な琥珀が豊富であったことがある。二つ目には、沈道院川流域が、また浮川流域の方がさらに良質の翡水の産地であり、これらが合流するホマリンがこれらの貴重な源の集積地であったためである。沈道院川西の山岳地帯は、交通が極めて困難であり、 特に陸上兵力にとっては難高不落の天然の要害であった。18世紀になって、ようやくビルマ軍がこれを越すことに成功して、インド東部のマニプール地方、及びアッサム地方を占領した。ビルマ軍はこれらの地域を経て、ついにはイギリス領インドに侵入する。第二次世界大戦では、日本が当初東南アジア一帯を占領したために、 回路を断たれたジョセフ・スティルウェルを司令官とする、イギリス軍を中心とする連合国側は、上記のビルマ軍と同じ経路を徒歩で越えて、インドへ退却せざるを得なくなり、マラリアなどの疾病と、食糧難から多大の損害を受けることになった。その後、犯行に転じた連合国側は、風魂渓谷を横断して、ビルマと中国を結ぶレド航路を建設して、 抗日戦を続ける中国への補給路を確保することになる。逆に日本軍はこのいわゆる炎症ルートを立つためにビルマへの支配力を強化することが必要になった。こうしてチンドイン側はインドへの侵攻を目指す日本軍にとっても、またビルマの奪還を目指す連合国側にとっても最大の障壁となる。連合国側の拠点となっていた。 インパールの攻撃を目指して1944年3月に開始された日本陸軍によるいわゆるインパール作戦は、人道院側を渡ることで開始されたが、水源がある風根渓谷は深く、あまり多くの人の立ち入ることのない場所であったが、近年では金の産地としても有名になるなど、急激に開発が進んでいる。その一方で、その自然環境の探査、 研究も進められ、虎以外にも、そこに生息する小型の鹿が、これまで知られていない種であることが発見される。1997年、などの発見がいくつもある。風根渓谷に限らず、川の上流域は、政治的混乱が続く中で、経済の発展と自然環境の保護の両立が求められる、難しい状況にある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。